ージュー、冥王星人も注目、略して命中、アルチュール乱暴、略してアルチュール、ニューオーダーは絶えず生中、波打ち際には夜行中、努力にいたのは荒い中、何でバカ野郎、愛してます、四魂亭龍竹です、拍手。大声出すのは最初だけっていうね。千葉、本当に久しぶりに呼んでもらって感激しています。なんかさっきそこのお子さんが、ヤングマンが耳を押さえていたので悪いことをしているかなって思ったんですけど、まあ、あまり反省はしない方が進んでいこうと思います。降りる、閉めます。今のところ新作です。東京スカイツリーと言ってみる、東京スカイツリーと言ってみる。そうするとオウムの菊池直子が捕まる。菊池直子は40歳、激安で別人みたいだ。いや実際の話別人かもよ。話を元に戻すために東京スカイツリーと言ってみる。そうすると思い出す。菊池直子は40歳、始皇帝やスギちゃんの1歳年上。え、始皇帝スギちゃんと同い年ですか。そう、スギちゃん8月生まれ、始皇帝10月生まれ。誕生日が来るまではどっちも38歳。ちなみに一郎も38歳、10月の誕生日が来るまでは。話を元に戻すために東京スカイツリーと言ってみる。菊池直子は40歳、まだまだ狙えた AKB 総選挙。嘘嘘大事、こりゃ一大事ならの東大事、鹿はぬいぐるみ、地面のナマズ、雷様と森の熊さん、荒くまーさん、レオナルド、さようなら、さようなら。話を元に戻すために東京スカイツリーと言ってみる。菊池直子は40歳、 AKB のセンターに走る爆弾娘と呼ばれた菊池直子を投入したい。君推しメンは菊池直子。菊池直子別の意味で地下アイドル、需要は決して高くない。でも秋元先生が彼女のために曲をプレゼント。サビは証拠、証拠、証拠、証拠。匿名はポニーテールと証拠。妄想を断ち切るために東京スカイツリーと言ってみる。菊池直子は介護職でした。とても勉強熱心だったそうです。同級男性からの求婚を断ったそうです。菊池直子は自分が幸せになってはいけないことを知っていたようです。ビタースイートな人生さえ贅沢だったのかもしれません。でも彼女が原因で地下鉄サリン事件などが引き起こされたのも事実。いやそれが重要だから、同じアラフォーとして人生いろいろと思えてしまうのです。話を終わらすために東京スカイツリーと言ってみる。高いねツリー、僕の住んでる町からも見えるよ。近場で見るのはあと少しは我慢するぜ。あと少ししたらアラフィフだぜ、アラフィフだぜ。それでも見に行かないぜ。どうだ、ワイルドだろう。以上だぜ、おしまい。
様向けに、お子様向けに。そんなのあるか。ないよ。ミセストリビアノーダウト。寒く細く黒い霧雨が降り注ぐ中、下北沢からビンラディンの亡霊が俺に無言電話をかけてきた。ちょっと待って、俺は頭を おかしくなったのか。無言なのになぜ相手がビンラディンだとわかる。おいビンラディン、俺だよ俺。これが荒技の裏技、無言電話に俺俺詐欺つばめ返し。しかしあの日から確実に電波系の別の地上波放送がオンエア。俺のささやかな楽しみ、トリビアな日常、無気力なダセージャージのダセの日常を脅かす。へぇ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 、時には起こせよムーブメント。日本チャチャチャ、連帯感のパロディだけど君の知らないメロディ、聞いたことのないファシズムのヒット曲、ヒットヒットベイベー。クソったれ、ロンドン五輪最終予選日本バレーが終わっても、楽しみにしていた来週のサザエさんはもう始まらない。長谷川町子美術館ノーフューチャー。日曜日の夕方、 CX の新番組、その名もミセストリビアノーダウト。バスキア、ラキム、グラフィティスタイルのマットジャパニメーション。ささやかな、今やかな期待でチャンネルを合わせて聞くオープニング。ささいさん、ささいさん。ささいさんはささいだな。おい、ミセストリビアでささいさん、ささいなのかよ。いいのか、それで。俺のささやかな無駄な抵抗を突っ込み差し置いて時間は進む。さーて、来週のささやさんは、もう来週の予告かよ。本編見せろよ。カシオ、名前カツオじゃないのかよ。カシオ、スウォッチにはまる。今頃スウォッチかよ。また名前カシオじゃねえのかよ。竜兵、名前ナビ編じゃないのかよ。竜兵、またもや厚生省を訴える。変わらない兵かよ。お前はある意味不死身なレスラーかっつのかっつの。レバちゃん、名前タラちゃんじゃないのかよ。タラレバかよ。レバちゃん、狂牛病にかかる牛かよ。真夜中のカーボーイかよ。カーボーイってなんだよ。カーボーイだろ。車じゃねえんだよ、牛なんだよ。だからお前はダメなんだ。だからお前はクズなんだ。だらしない使えない弱っち、みみっちしけた野郎なんだ。USA からアメ車を売りつけられて、いまだに喜ぶジャップかよ。真夜中のカウボーイってなんだよ。カウボーイって言えよ。来週もまた見てくださいね。ある意味、頼まれたくても絶対見逃せないミセストリビアノーダウト。俺は毎週電波にハマる。中島の存在に耐えられない軽さに気づく。伊佐坂さん、伊佐坂でない行動に出て現行犯逮捕。自称小説家と報道される。たま虎になる。どんどんブラウンブラウンながら惰性ジャージの惰性の日常が狂っていく。イクラちゃんと思って舐めてみていたら、イラクちゃん。イラクちゃんは丸腰の日本人外交官に2人を平然と撃ち殺す。ユニセフから送られた山田の絶景のダセージャージ着たアルジャジーラのクルーが、オサマ・ビンラディンのカラクリビデオを配信する。 BGM はジョン・レノンのイマジンで、ビンラディン、俺だよ俺。俺の叫びが真夜中の雨の下北沢にこだまする。ミセストリビアノーフューチャー。以上でした。へい。いやー、今何分くらい経ったんでしょうね。10分ちょっと。あ、結構経ってますね。仕事してんな俺。
これをやるために一番に来たんですからね。皆さんどうぞお見知りおきよし、根底龍竹と申します。スーパーラッキーストライク、どこまで続くぬかるみぞ、エジソンの発明品をこの雨から守るんだ、グーデンベルグの活版印刷など雨に濡れる犬にくれてやれ、雨で体中から蒸気を立ち止ますあの犬へ、犬どもよ、ブルースだってただの歌、アルシャジーラの明るい未来のバラエティー、オサマ・ビンラディンのアメリカ横断ウルトラクイズ、みんなニューヨークへ行きたいか、テロリアンドッグが吠える、おお、ついでにダチョウクラブがドッキリ、ハイジャック、ジャルが国会議事堂へ突っ込む、帽子盤の叩きつけ、聞いてないよ、議事堂炎上、This is a super lucky strike、どこまで続くぬかるみぞ、なだらかな戦場を僕らが生き抜くこと、戦場のボーイズライフ、もしくは決して戦場のメリークリスマスを歌わないこと、目に苦しみます、ブルースだってただの歌、沖縄の基地ヘリコプターが落ちました、 This is a super lucky strike、 基地の中なのでアメリカ人のアメリカ人のためのアメリカ人によるスーパーラッキーストライク、リンカーンもジョージ・ブッシュ・ジュニアも共和党、桜の枝を折ったのは私です、プレッツェルを飲み込んだのは私です、正直者白痴シレムのアングルサクソン、ブルースだってただの歌、 This is a super lucky strike、 沖縄にヘリコプターが落ちました、だけどあそこは日本じゃない、日本と言えないアメリカの基地だから、いっそのこと皇居をアメリカの基地にしたらどうですか、オサマ・ビンラディンのアメリカ横断ウルトラクイズ、みんな雅子様に会いたいか、おお、This is a super lucky strike、 基地の外にいる日本人は基地外、基地の外の基地外、規格外、アメリカ人の出来損ない、基地外ピエロ、基地外の聞き違い、異性の蚊帳の外、紙一重、ピニエロとピエロ、ニグロとジグロ、マルコム X とプロジェクト X、ジブリとスーフリ、マグロとファグロ、ニガーとラガー、チクロとチクリ、サッカリンとドクサリン、ブルースだってたの歌、人質と地方自治、地方とアホー、ガンジスにジーザス、ジーザスクライスギャングストラッパー、バカの影越えて自分探し、バカの墓へ唾をかけろ、どこまで続くぬかるみぞ、スキップでもしてやろうか、本当の泥沼を歩き切った犬は足跡を残さない、犬も食わないグーデンベルグの発明品、犬も歩けばエジソンの発明品に当たる、結局はそれってアメリカのスーパーフラット植民地、破裂せよ青色発光ダイオード、 This is a super flat lucky strike、 ブルースだってただのコマーシャル、以上でした。ホープレスホームレス、友達が一人もいないやつは頭がおかしくなる、おしゃべりが自由にできないからだ、あるやつは言う、ぺしゃんこにされてもくたまらないぞ、だが物には限度がある、ホームレスだからホープレスなのか、ホープレスだからホームレスなのか、募る被害妄想、街中から集まる視線、でもそれも妄想でしかない、妄想の世界なのでもうそうするしかない、感じろよ、何よ、リズムだ、街の人々が言われたと思い込んでいる妄想に人にコール&レスポンス、いいか、俺は小敷野郎じゃねえぞ、俺は小敷じゃない、よく聞けよ、俺は小敷ではなくて日本書紀だ、
ノット古事記、バット日本書記、これぞ日本書記。だから町の人々は無関心。それもそのはず、彼らには友達がいて家族がある。そう、彼らにはホームがあるんだ。どこで道を間違えたのか、ホームから遠く離れて、温かいものが欲しい。何か温かいものが。絆という言葉はこの町にありゃしない。犬に洋服を着せたおばさんは、ホープレス・ホームレスに与える衣服のことを考えたことがない。ああ、この野郎、俺は犬畜生以下の存在か。膨らむ妄想、爆発する人にコール&レスポンス。いいか、俺は犬畜生じゃねえぞ。俺は犬畜生なんかじゃない。よく聞けよ。俺は犬畜生じゃなくて、猫悔しいだ。ノット犬、バット猫。ノット畜生、バット悔しい。黒犬が通りの向こうであくびをした。反応はそれだけ。友達が一人もいないやつは頭がおかしくなる。魂を有物論的に擁護できなくなるからだ。ああ、ホープレス、ホームレス。ペシャンクにされても答えられないぞ。本当にそうだといいけれど。日本書紀で猫悔しい。この中でポエトリーリーディングを初めてだっていう人はどう言いますか。今日のお客さんは結構みんなポエトリーリーディングご存知なんですかね。僕がですね、新宿スポークンワーズスラムっていうラッパーと詩人を戦わせるっていう会に出てた時に、ラッパーからポエトリーリーディングを見たらこんな感じでしょっていう感じでまあでも僕ラッパーじゃないからラップじゃないんですけどね作ったポエムがあるので聞いてください。ポエトリーリーディング、こんなもんだラップ。大勢の人の前で詩を朗読するのは初めてですが、聞いてください。星が流れる、それが流星、おしまいです。え、君、相田光男傷の名前、オープンマイク、鶴見の塔、サムライク、不得意科目、絶対体育、まずは一人握りマイク、自己啓発セミナー代わりにポートリーリーディング、皆の前で話すリストカット、 NHK で絶対カット、八重聞け、俺の俺節でラップで拳、回すでビートパンツサッカー、よく聞いときな。男の中の男はポエトリーなんかしねえんだ。言い切る男を追いのもポエム春曲げど、ご意見番なら暴意見、アイインをかます志村けん、大きなノッポの左剣、カレーライス歌うは円剣、東京ロッカーズ S 剣、ケーキ王は井野剣、不器用ですから高倉剣、390をもちろん剣、再び見たび旅するちょっちねー愚子剣、見たか聞いたか俺は負けん、レスリー・ニールセン裸のガン、ピカロンヒーロー裸足の剣、認めろ男の中の男はポエマスやらんばってん。シコンテイさん、じゃあアンドリュー猪木の詩集はどうなるんですかあれはポエムじゃなくて日記だこの野郎、ボンバイへ。ポエトリーリーディングこんなもんだ、ポエトリーリーディングこんなもんだ、ポエトリーブロンクス、ノートブックスパンクス、マシンガンラップ派、ポエトリーブロンクス、HB パンクス、あの頃は派、俺はラッパージャップラップマウス、浦安のノブナイズミミッキーマウス、授業中あくびしたままビッグマウス、8時だよ、イカリア長介、セイウィース、お餅をぴったんこきねと打つ、インディアンおそつかないし、餅つかない、たぶんな。白人インディアンから土地パクリ、シコンテン日本人から日本語パクる、
人のネタも僕のネタも区別なし全部パクる。人のネタは俺のネタ、俺のネタは俺のネタ、まさしく環境のためジャイアンリサイクル。名跡のラッピングで築くピッキング、地球に優しく簡易製法、エゴラッピング。いやもう無理、やっぱラップ難しい。やっぱエミネムラップうまい。あいつちゃんと韻踏んでるし、あいつちゃんと英語喋るし。誰か俺にエミネムが通ってる英会話教室を教えてくれ。シコンテイさん、エミネムさんって外人らしいよ。え、エミネムって名誉白人じゃないんだ。だよねー。ポエトリーリーディングこんなもんだ、ポエトリーリーディングこんなもんだ、ポエトリーブロンクス、ノートブックスパンクス、マシンガンラップ、ハー、ポエトリーブロンクス、エッチメパンクス、あの頃は、ハー、シコンテー、リュウチク、ライヤー、ライヤー、まるでリアルを愛したコーデリア、ジムキャリー、神経過敏で神経ないか、ダイエット失敗、ミンゴロザン、川崎海や、違うよ、そうじゃないよ、フォローはしないや、嘘は嫌だけどそれが嘘、ストレートな発言クリア、好きか嫌いか黒白はっきり俺のバリア、フロンティアスプリット、さすがユートピア、言葉のフロンティアクエストならポエトリーでもいいや、ポエトリーリーディングこんなもんだ、ポエトリーリーディングこんなもんだ、ポエトリーブロンクス、ノートブックスパンクス、マシンガンラップ、ハー、ポエトリーブロンクス、HB パンクス、あの頃は、は、シコンテイさん、ラップとアホだらけは何が違うんですか？ラップはライムで、アホだらけはカボスです。あとの残り時間はどのぐらいですかね？あと5分か10分ぐらい、あと10分。10分。10分。じゃああと10分頑張りましょう。自分で時計を見てないからこういうハメなんですよね。僕はあの腕時計にしないんですよ、いつも。だからいつもセブンイレブンの前とか通ると時計ないかなとかってそれで動いてますからね。で携帯も持ってないんですよね、僕ね。そうなんだよね。もうあの服部剛という携帯を持ってないことで有名な詩人がいたんですけど、いたな、そういう。あのその服部剛君が携帯を持ったので、もうほぼ、あだってやりてみさこさんとかね。あ、そうなの。やりてみさこさんの携帯持ってないですね。あの数少ないあのネットデータです。そうですね、明日父の日なので、父の日にちなんだ詩を読んでみようかなと思います。僕の父はですね、それこそ9年前に亡くなったんだね。2003年に亡くなって、で僕が当時30歳で、で54歳でした、去年。若いでしょ。だから僕を儲けたのが24歳の時なんですね。だから親父と江藤が一緒で、牛年と牛年だったんですね。だからそれをちょっと頭に入れて聞いてもらえれば嬉しいと思います。それでは読みます。エブリーサンデー I speak like a ブルース、いつもの軽い致命傷の朝のブルース。死んだ彼は僕に何の約束もしてくれなかった。くれない代わりに僕と死んだ彼は友達になった。その途端世界は簡単にひっくり返った。僕はめちゃくちゃに膨大な量の知識を詰め込んでいる年相応30男の力を持った孤独な15歳の少年だった。もう僕にはこの世の中に怖いものはなかった。
だって僕には日曜日に死んだ日曜日の友達がいたから。へいよ父ちゃん、明日に道聞かは有名にしつともかなりだけど、あのいつもの軽い致命傷の朝、あんたは道を悟ったとでも言うのか。一つ曲がり角、一つ間違えて迷い道くねくね、最後までカッコつけてサドンデス、あんたのヒーローは最後まで最後ドンデス。へいよ父ちゃん、あんたの筋こぎはどこまですり減ったんだ。ゲロッパゲロッパ、 JB の夫婦喧嘩はポリコーも食わない。だけどあんたのセックスマシンはどうなった。マービンマービン、ゲイのためなら女房も泣かすだけど泣かす女房もなかった。あんたさ、あんたの筋こぎが、あんたの筋こぎだけが泣いているんだよ。へいよ父ちゃん、勉強の嫌いだったあんただよ。その代わりにあんた俺に本を読ませた。だけど全部無駄だったよ。はいほー、人生に必要なことは全てドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟に書いてある。だけどそれだけじゃもう足りないんだ。何しろ2003年7月13日午前3時15分にあんたがくたばったことさえあいつは書いてない。ドストエフスキーの役立たず、ドストエフスキーの役立たず。ドストエフスキーよ、お前が白痴だ。島崎藤村の破壊だ。俺のネクイムは機械だ。へいよ父ちゃん、タバコの好きだった迷惑なあんただよ。棺の中の赤い顔に赤いラーク、人の寝落ちとタバコの味は煙になって初めてわかる。そいつはあんまり残酷じゃないか。あの火葬場には煙突が見えなかった。煙が上がらなかったら無縁仏かよ。笑えよこの野郎。あんたの骨、あんたの筋こぎは俺が柱拾ってやったんだ。へいよ父ちゃん、牛蜜時に倒れたあんた、あんたと俺は24歳だけの差、あんたと俺の干支はちょうど牛と牛。そうさ、言ってしまえば俺たちは真夜中のカーボーイ。カーボーイだろ、ふざけんな。カーボーイってなんだよ。カーボーイだろ、車じゃねえんだよ、牛なんだよ。だからお前たちはダメなんだ。だからお前たちはクズなんだ。真夜中のカーボーイってなんだよ。カーボーイだろ、カーボーイってなんだよ。車少年かよ、車にポピーかよ、走れ走れ働く車かよ、救急車かよ、霊柩車かよ。真夜中のカーボーイって言えよ父親に撃ち殺されたマービン、マービン、ゲイのためなら女房も泣かす。泣かすの方女房もなかった。へいよ父ちゃん、無駄です、辛いことばっかりのこの世、牛と見しよう、もう見なくてもいいんだ。毎日が日曜日だから、毎日がカウボーイ、カウボーイ、親父よ、全てを眠れ、全てを眠れ、何もかも眠りつぶせ、日曜日の友達、カーボーイ、ビバップ。明日父の日ってことだね。そうだったっけ。明日父の日ですよね。そらしいですね。いやいやいや、そんなに否定されるとは思わなかった。明日は第3、6月の第3日曜日が父の日ですよね。そっか、じゃあ父の日だね。何日って決まってないんですよね。6月の第3日曜日っていう、そうだったような気がする。そうそうそう、いや僕が言うことは確かですよ。じゃあ最後に、僕は
千葉にそんなに来ない、僕そんなにっていうかほとんど来ないんですけど、東京っていう町に暮らしていて、これから読む詩は SSWS っていう新宿スポークンワーズスラムってところで優勝した時に読んだ詩なんですけど、ですね、これはちょうど父親が死んで、僕義理の母親がいたんですけど、それも死んでダブル喪中で、ダブル喪中のまま1月9日とかに決戦で、やりきれない思いの中書いた詩で、その時に僕を支えてくれたのが左トンペイの英雄ブルースだったんですね。で、英雄ブルースの僕の持ってた詩の中に、東京っていい街だなっていう左とん平さんの詩があって、それで、そういえば ECD っていうラッパーの人にも ECD の東京っていい街だなっていうライブがあったなと思って、それでじゃあ俺の東京っていい街なのは何だろうって考えて作ったのがこの詩です。聞いてください。最後のポエムになりましたね最後のポエムになりました。イエイジョーク・グルーヴ、始皇帝の東京っていい街だな。へいよ、ベビちゃん。東京って本当にいい街だよな。隣の部屋で殺しがあっても、刑事さんが話を聞きに来るだけ。関係のないふりなんていくらでもできる。お互い様さ、俺が殺されても隣はそうするさ。へいよ、ベビちゃん。東京って本当にいい街だよな。愛って聞いて真っ先に思い浮かべるのはホストクラブ。社長の相田武史さん、最近自宅付近で襲われたらしいよ。イメクラ放尿の滝もあれば、おしっこ性感シーシーレモンもあるさ。すり減った吸い込みにはちょうどいいのさ。へいよ、ベビちゃん。竹富士の人ってどうしてお金を貸すときにはいい人なのかな。竹富士なんかじゃ踊れやしない。プロミスなんかじゃ約束できない。子供のレイクはピリピリしてる。丸いのやつらは丸くない。へいよ、ベビちゃん。ブルックリンとかブロンクスとかって東京よりいい街なのかな。スイックリックのリリックから雑踏の思い出を拝借。いつも怒りまくりケアレスワン思わず会釈。お前たちのやってることはまるっとお見通しだ。言われてみたいトリック、取り尽くしもなくリリックは続く。誰も止めてはくれやしない。東京っていい街だよな。へいよ、ベビちゃん。23時になったらどうして東京のニュースばかり流すのかな。キックとスネアの褒めるスタッチ。キックスネア、キックスネア、キック。綿谷リサがインストゥール。蹴りたい筑紫哲也の背中。筑紫哲也が死ぬまでにしたい10のこと。筑紫哲也について私が知っている2、3の事柄。人生で必要な知恵はそれで筑紫哲也で学んだ。猟奇的な筑紫哲也。筑紫哲也のたった一つの冴えたやり方。へいよ、ベビちゃん。東京一は日本一って本当かな。どうして東京に生まれ育った人ほど節目がちに東京には何もないですからっていうのかな。何もない、何もないでっかいすり鉢が東京なのかな。すり減ってすり減って、一番すり減ったすりこぎが東京一は日本一っていうのかな。へいよ、めぐみちゃん。どうして東京にも本当に空のきれいな日があるのかな。ドブネズミな天気ばかりだったらとっくにみんなに見捨てられているのに、
どうして東京に星の綺麗な夜があるのかな。プラネットロックスドンストップ、プラネットパンクスドンストップ、水金地下木ドッテン解明筑紫哲也、ゴジラモスラメカゴジラ筑紫哲也ら、17歳の筑紫のカルテ、世界に一つだけの筑紫哲也、ヒップでタイトルでシュールなジョークと彼女の筑紫哲也、セックスと嘘と筑紫哲也とビデオテープ、流れ我が涙と筑紫は言った。筑紫哲也は電気羊の夢を見るか。へいよめみちゃん、お酒に詳しければ大人なのかな。勝手なメロで大人の階段登る、君山田シンデレラさってお説教できたら大人なのかな。満員電車で泣くのを我慢できたら大人なのかな。へいよめみちゃん、大人はみんな言うよ、東京っていい街だな。僕だってなりふり構わず言うさ、東京っていい街だな。世界の中心に筑紫哲也と叫ぶ助け者、愛してるって叫び喉から血が出た。世界の中心で愛を叫ぶ筑紫哲也、ベイビーちゃん、東京って本当にいい街だよな。以上でした。ありがとうございました。ありがとうございました。シコンテイリスクさんでした。拍手お願いします。